大丈夫じゃないというふうに思っていても家を分裂させる可能性が十分あります。地域を分裂させています。そういうことがこの福井の地で起こらないようにするためには何をすればいいのか、皆さんよくご存知です。原発の再稼働の阻止です。そうじゃありませんか。今日集まった一人一人が2人に向かい、3人に向かい、5人に向かい、10人に向かい、この声を広げ、福井の堕落した政治指導者たちを変えていくべきです。金にまみれた政治というのは、私は71になります。その割には元気そうに見えるでしょう。なぜ元気なのか、怒ってるからです。許せないからなんです。許せないという気持ちが私たちを突き動かしています。福島の中に閉じこもっている怒りもいっぱいあります。七代先までたたってやるぞという言葉を壁に書いて毎朝読んでいる私の友人がいます。そのくらい恨みは深いんです。あそこに住んでいた百姓たちは7代も8代も9代も10代も電波田を守ってきたんです。それがあっという間に使えなくなってしまった。使えると言ってもいいですか、無農薬無化学肥料、ただし放射性物質入りしか作れないんです。そういうことがこの北陸の地、そして近畿の地、関西で起こりうるんです。これを阻止するということが私たちが日本を愛するということなんです。今いろんな方々が日本を愛するとか国の形とか言ってます。彼らはインチキです。国民を捨てておいて何が美しい国ですか。そんなものはできっこありません。今日集まった人たち、おそらく日本という国の上積みだと思ってます。とってもいい素晴らしい人たちが今ここに来て自分たちの意思を表明しようとしている。この輪を広げましょう。さまざまな形で表現できるはずです。私も71、仲間たちは半分以上もね、冥土の方に旅立って気楽に暮らしているようですが、私は行こうと思っても戻ってくるつもりです。戻ってきて再稼働を阻止したいと思います。決意を固めましょう。秋山さん、ありがとうございました。7代かかってやるという秋山さん、パレードの後に、残談会も予定しています。その時秋山さんも参加していただきますので、もっと7代たたってやるの意味をもっと聞きたいした方はご参加ください。では次に広瀬隆さん、作家でジャーナリストの広瀬隆さんに お願いいたします。はい、お願いします。はい、あ、はじめまして、広瀬です。東京から参りました。3月11日、いや12日に、福島の事故が爆発してすぐに秋山さんに電話しましたが通じませんでした。本当に心配してしばらくしたら逃げていてくれて助かって、秋山さんのように直感が鋭い人はうまく逃げましたけれど、私はこの今日のもう絶対に動かさない原発の根拠をですね、少しだけちょっとお話しさせていただきます。小難しいことになるかもしれませんが、7月の25日に、皆さんご存知の風太雄光さん、それからデイジジャパンの広川隆一さんと福島の入ってはいけないところずっと入ってきました。そのことをお話しします。秋山さんがおっしゃってることの論拠はどこにあるかというとですね、福島第一原発の12345を爆発したあの原子炉がある大熊町の住宅街、山のようにあるところの真ん中に放射線の測定器を置いたら毎時320マイクロシーベルトなんです。いいですか。この数字の意味を言いますと、1マイクロシーベルトでウクライナでは強制避難のなんです。320マイクロシーベルトっていうのは病気になる放射線量じゃないんです。今日、まあ今2年半経ちましたけれど、2年半そこに住んでいたら死んでいた致死量なんですよ。それが今の福島第一のあった町なんです。分かってますか。分かってないと思います。この福井県内の人は全然分かってないと思います。私は昨日東京から新幹線で米原着いて、そこからここまで来ましたけれど、その中で涙が出てきました。